じゃあね、そう、なんでそういうね、世界最弱の男子の類型である、女を守れないタイプの武家が、めっちゃ要素を多いように思えるのは、まあ、ラウドネススピーカーとか、他のね、東アジア諸国のそういう、世界最弱の男、要するに女を守れない類型、女を売る類型の男子たちの人口と同じぐらいのね、その女を守れず、その女を所有物みたいにして、マゾコンル、ね、世界最弱の日本男性たち。ちょっとしかおらんねん、実はそんなやつ。でもなんでそんなね、洋産おるように思えるか。他の東アジア諸国と同じぐらいダメ男子がそんなにおるように、なんで錯覚するんだろう。まあもちろんツイッターとかのせい。まあ報道はね。もうだって日本で報道ってそんな事件見逃しはしないもん。ね、堕落男子の起こした事件で、どんな見逃しはせんもん、日本のマスコミは。外国はそうでもないこと。そんな事件なかったことにポッポないないじゃないけどね。男子ってダメだな、みたいな、そんな、その報道ね、なるべくしないわけ、他の国は。あんま東アジアの国は。ところが日本はヨーロッパ並みにね、そういうダメ男子類型ね、欧米並みにウェーイってね、報道するわけ。こいつはダメですよね、言うてね。だから多いように錯覚するけど、実はちょっとしかおらんねん、日本にそんなダメ男子。ほんまやで。一握り数え切れる手やねんな。一本の、だから一本の片方の手で足りるわ、そんな男子。一つの地域に。そんなダメ男子。でやけど多いように感じるやろ。それは連中がラウドネススピーカーやからやねんけど。なんでそうなったか。だって武士でしょ。なんでそんなラウドネススピーカーのおかしいやんと思うやろ。江戸時代のせい。こういうシンプルな理由で。シンプルすぎたね。理由、ね。江戸時代のせいやろ。一人にそれは。そういうのはまあ研究家にでも随分前から言ってる話ですよ。江戸時代における男性の堕落でもそれ、武家ってちょっとしかおらんから。武家以外は堕落してねえって言った。まだそんな時代なんですよ。堕落した、江戸時代にね、堕落させられてしまった男性。ちょっとしかおらんけど確かに。それが、まだその、残りかすがね、残りがね、鼻ポンポン鼻ってる時代。そんなんの類型がね、一生懸命ね、デモ行進したりね、掃除したりするでしょうけど、領地なしの武士。ね。ね、って、興味武士ね、領地